ブルボンパルマ家は、ブルボン家の現在まで続く、分子の一つで、パルマ公国を統治した家系。イタリア語名に基づいて、ボルボーネ・パルマ家とも呼ぶ。この一門は本家であるフランスブルボン家をはじめ、スペイン、両シチリア王国の核、ブルボンやハプスブルクロートリンゲン家と、複雑な婚姻関係を結んでいる。現在のルクセンブルク対抗家は、男系では、 ブルボンパルマ家の文家の一つにあたる。また、ブルボンパルマ家の元当主はカルリスタの主流派がオススペイ多い継承者でもあり、さらにオランダ王室の一員でもある。スペインブルボン朝のシソフェリペ5世の5歳エリザベッタ・ファルネーゼはパルマ公国を統治したファルネーゼ家出身であった。1731年にファルネーゼ家が断絶するとエリザベッタは フェリペ5世との間に設けた王子ドンカルロスにパルマ行為を継がせた。ドンカルロスはポーランド継承戦争でナポリシチリアの王位を得たが引き換えにパルマをオーストリアハプスブルク家に譲渡した。しかしオーストリア継承戦争の結果パルマを取り戻し1748年にカルロスの同母手フェリペが公くらいについた。これがブルボンパルマ家の始まりである。 フィリッポは、フランス王イ15世の娘、ルイーズ・エリザベートと結婚したが、これによりパルマは、政治的にも、文化的にも、フランスの影響が強くなった。パルマ公国は1796年に、ナポレオン・ボナパルトによって征服されるが、ナポレオンは、ハプスブルク家の分家が治めていたトスカーナ大公国を、取り潰して1801年に、エトルリア王国を建て、 ブルボンパルマ家の当主、ルドビーコに代償として与えた。エトルリア王国は1807年、ルドビーコの息子カルロルドビーコの代で敗され、フランス帝国の直轄領となった。ナポレオン失脚後もパルマ公国は、カルロルドビーコには戻らず、ウィーン会議によりパルマは、ナポレオンの皇后であったオーストリア王女、マリアルイーザのものとなり、カルロルドビーコには代償として、 ルッカ公国が与えられた。1847年にマリアルイーザが死去するとカルロルドビーコは翌1848年の島でパルマ公くらいに服した。カルロルドビーコの息子カルロ三世は徹底的に反動政治を行うが、それが原因で1854年に暗殺される。長男ロベルト一世が6歳で行為を継いだが、 サボヤ家を中心とするイタリア統一運動が盛り上がる中、1860年の住民投票によってパルマのサルデーニャ王国への併合が決定し、ロベルトは12歳で君主の座を割れた。ロベルト一世のコシクストゥスは第一次世界大戦時のオーストリアの連合国との単独講和交渉の中心人物として知られるパルマを割れたロベルト一世であったが、母ルイーズ。 ダルトワは、フランスブルボン朝最後の国王となった、シャルル10世の孫娘であり、オジシャンボール博の死により、フランスのブルボン家が断絶すると、シャンボール城など、宗家の遺産の一部を受け継いだ。また、娘の一人ついたは、最後のオーストリア皇帝カール1世の皇后になっている。チタの弟フェリーチェが第一次世界大戦後に、ルクセンブルク大公シャルロットと結婚し、 その子孫が大公位を継いで、現在に至っている。1936年に、スペインのカルリスタ系ボルボン家最後の男系統主さん、ハイメコーアルフォンソ・カルロスが死死を残さず没すると、カルリスタの一派は、ツイタやフェリーチェの兄であるサベリオを、ハビエル一世として、スペイン王に押した。以後、現在に至るまで、ブルボンパルマ家は、 カルリスタの主流派がオススペイン多い継承者となっている。サベリオは、また、アニシストと共に第一次世界大戦中に、オーストリアの連合国との単独講和交渉に当たったことでも知られる。ありがとうございます。